蹴り技は目標に対して長い距離で技を決めることができます。また入射角度が下から上へと向かうコースを取るため、相手の死角をついて攻撃できます。しかし蹴った瞬間片足となるため、バランスを崩したり隙が出やすくなります。蹴り技の初動から終了まで、できるだけ動作を敏速に行う練習が必要です。